ございます、本日も朝散歩やっていくわけなんですけども、まあ、ちらっと見てもらったら分かる通りめちゃくちゃ日が昇ってて、どう見ても朝じゃないっていう感じだと思うんですけど、正解でその通りで、今現在が夕方の6時で、まあ、なんでこんな時間に朝散歩やってるのかって言ったら、僕明日の朝これ撮ろうと思ってたんですけど、ようよう考えたら明日の朝っていうか今日の夜から東京に向かうので撮る時間ないなと思って慌てて夕方なんですけど、一応朝散歩という題名で撮らせてもらってます。まあ、今日話する内容としては、2つなんですけど、まあ、1つが東京横浜 のおすすめ教えてもらいたいなと思ってまして、で2つ目が、米蔵チャンネル解説っていうところの、まあ、この2つの話したいんですけど、まあ、まず1つ目の東京神奈川付近のおすすめなんですけど、まあ、今日の夜から東京の方行くので、美味しいご飯屋さんとか、なんか動画にしたら面白いんちゃうかとかあったらぜひ教えてもらいたいなと思って、まあ、今回は僕一人で行くので米蔵は行ってないので、そんなに可愛いデザートを勧めていただいてもちょっと僕は行けないと思うんですけど、教えてもらえたらありがたいですし、まあ、ノースフェイスだけじゃなくてもなんか服屋さんでも、まあ、服屋さんじゃなくてもなんかここいいよみたいなのあったら、皆さんのおすすめでもしいいよっていうところがあればぜひ教えていただきたいなと思いますので、コメント欄の方でお願いしたいなと思います。最近コメントもなかなか返せてなくて、返そうとは思ってるんですけど、返せてないっていう現状なので皆さんお許しください。で、まあ、2つ目なんですけど、2つ目が米蔵チャンネル解説っていうところなんですけど、僕にとっては、まあ、サードチャンネルっていう感じで、でもメイン出演者を米蔵にしようと思ってるんですけど、まあ、コンセプトとしては基本的にはラジオメインっていう感じにして、まあ、音声の方がメインになってくるかなと思うんですけど、まあ、いかんせん米蔵が全然乗り気じゃなくて、まあ、それはそうですよね。僕だけ勝手に張り切ってやってるんですけど、米蔵は全然乗り気じゃないので、まあ、米蔵には甘いもん買ってるでとか、今度どっか連れてたんでとかっていろいろ言いながら、蜜を垂らしながらですね、いろいろ交渉してるわけなんですけど、まあ、米蔵はなんかこうそんなんやっても誰も喜ぶ人おらんでって言ってたんですけど、まあ多分喜ぶ人いてるやろうなと思うんで、サードチャンネルの米蔵のチャンネルを作るんですけど、不定期で更新する感じで、もう多分米蔵チャンネルの方に関してはコメントとか多分一切返せないと思うんですけど、まあ、米蔵も見てるんでまた見てもらったらなと思いますし、内容としては、まあ、日常、僕らが喋ってる日常を、まあ、ラジオにしてるっていう感じで、で、まあ、例えばキャッチボールしてるところを動画にして、そこに後入れで音声で2人で喋ったりとかする感じで、まあ、ほんまは嫁一人に喋ってほしいんですけど、まあ、いかんせん乗り気じゃないので、まあ、僕がこの前の山本選手にインタビューしたみたいな感じで、まあ、普通の会話なんですけど引き出していければいいかなと思ってるので、全然有益な情報もないですし、皆さんにとって役に立つ情報はないとは思うんですけど、まあ米蔵が好きな方でなんか温かく見守ってあげれるよっていう方がいらっしゃれば、このサードチャンネル下の動画説明欄に貼ってるので見ていただいて、米蔵らしい米蔵の人柄を楽しんでもらえたら嬉しいなって僕は思ってて、まあ一番隣近くでいてる僕からしても魅力的な人やなと思うので、なんかちょっと今日米蔵のラジオ聞いて明日から頑張ろうと思えたなって思ってもらう人が一人でもいたら嬉しいなと思うので、まあ、そんな感じでサードチャンネルはやっていこうと思ってますので、まあ、メインチャンネルのこれは多分インスタで僕が何時にアップしますってやってると思うんですけど、サードチャンネルの方は、まあ、米蔵メインなんで、もうツイッターで不定期なんですけど、今日あげましたとか今日あげますとか多分報告があるんじゃないかなと思います。一応チャンネル名は僕もいろいろ考えたんですけど、米蔵の進路相談室とか、米蔵の保健室とか、米蔵の技師室とか、米蔵の調理室とかいろいろ考えたんですけど、なんかあんまピンとくるのなくて、今のところは米蔵の進路相談室にしてるんですけど、まあそうしたら皆さんからの相談も受けれるかなと思って、まあそんな感じにしてますが、まあ名前はちょっとまだ自分の中でしっくりきてないので変更するかもしれないっていう感じなんですけど、はい、ということでですね、もう完全に火の入り方が夕方の火の入り方をしてて全然朝の雰囲気はないんですけど、
ではですね、あとは家帰って東京行く準備したいなと思いますので、皆さんここまで見てもらってありがとうございました。